サッカー英語人チャンネルへようこそ。このチャンネルは自身も選手として活躍していて、今では中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れていらっしゃいます名古屋 FC の監督尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。ということで尾崎さん、はい、今日もまたカモちゃん登場ということで、はい、またよろしくお願いします。はい、いや懐かしい人と話するとなんかこうテーマに沿って話するってことがあまりできんくて申し訳ないけどそれって前はね、ねえ、でも懐かしい話がいっぱいできてね。はい、あでも今日もまたテーマがあるらしいんで佐々木くんちょっとテーマ頼みますよ。はい、では早速発表させていただきます。平成の天才宇佐美貴史と消えた天才の凄さの違いについて元ガンバ大阪ジュニアユース監督の、鴨川さんに聞いてみた。そうか、前回はガオちゃん、あの本田圭佑つってちょっと聞いたけども、はい、家永選手、本田圭佑、その後に宇佐美貴史、13歳からこう見てて本田圭佑は上手かったっていう話になったけどさ、はい、宇佐美もっと上手かったんじゃない？まあ圭佑の時のね、あの家永選手がズバ抜けてたんと、うん、同じぐらい、まあ、宇佐美はすごかったですね。家永とは違うタイプのうまさよね、あの子は。ああ、違いますね。いや、本当にそのボールのこう持ち方とか、そのタッチの柔らかさとかっていうのがこう如実にいた子じゃない？鴨川監督から見て、あいつのこう良さとか天才って思う子って何かあります？ね、ドリブルだけうまいやつとか、ね、なんぼでもだけど、シュートまでうまいですよね。ああ、そうなんだ。シュートがすごい上手かったですね。シュートまで持っていけるし、もうシュートの、まあね、そのトップスピードで動きながらのシュートの技術とかね、うんうん、そういうのが、まあ、J でもね、点よく決めたりするのも、あいつのね、いいとこやと思うんですけど。なるほどな。意外とその今、日本じゃストライカーがいないとかってよく言われて、宇佐美貴史って結構こう中盤の選手ってイメージあるじゃない。あその頃僕 も、ね、もう悩んでてね、中盤なのかフォワードでやった方がいいんかとか、うんうん、すごいフォワードででもやった方がいいっていう、ね、人もおったし、うん、中盤育成年代から中盤やってやっぱり守備のこととか、うん、いろいろそういうことをね覚えさせる運動量だったりね、うん、ハードワーク的なことを覚えさせる意味で中盤をやった方がええんちゃうかとか悩んだりしてたんですけどね。多分1年の頃は中盤とかやってたと。いや今の話聞いて僕はそのシュートがうまかったっていうイメージが実はなくて、まあもちろん当然あれぐらいの選手だから全てこう平均点以上のものを持ってたんだと思うけども、うん、カモちゃんが言うようにその13、14、15歳のとこでさ中盤やりながらシュートもうまいっていう選手って意外とそうそんなにいるようには思えないけどな。やっぱり大体日本人でシュート上手い選手少ないんじゃないですか。少ない、うん、だから家永もシュートはあんまりあいつ打たないですよ、うん、なるほどね。もっとなんか決定的な場面作る、ちょっと天才肌に多くない？あちょっと遊んでしまうみたいな。うん、宇佐美はもうチャンスあったら、あそうなんだ、手数かけずに打ちます。だからよくパサーとかよく言うじゃない。パサーっていい言い方になるけども、いやそこ打てよっていうとこで打たずにこう横に流したりとかね。家永はそっちのタイプだ。どっちかやったらそうですね。でも僕なんか、は宇佐美やったと思いますよ。怖さっていうか。でもなんとなくこうイメージ的にはこう宇佐美もそういうパサーのイメージがあったんだけども、ガボちゃんが迷うぐらいこうフォワードにもこういけそうな感じだったわけだ。宇佐美はだから打ちに行って相手が足を出して防ぎに来たらやっぱそこでパスもできるんですよね、うん、なるほどね。で相手に当ててしまうんじゃなくて、うん、ここのだから見極めなんかはうまかったよね。そこで引き出しも結構持ってたってことだ。はいはいはい。性格的にはどうなの？性格はまあやんちゃ坊主ね。だよね。だよね。中学生の時そういうイメージはあったのね。はい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 。こうサッカーを努力してこう身につけてきたっていう雰囲気よりもさ感性でこう身につけてきてっていうイメージがあったのね当時。まあこう言っちゃなんだけども、こう観察力っていうのが尾崎さんっていうのはさ、そのピンキリでいろんなガキ見てるし、はい、その雰囲気でさちょっと性格を決めつけるのは
あまり良くないけども、結構の確率で当たってたんだよね。あでもどういう、そういう意味では、ああいうやんちゃな子で努力もしてきただろうし、前回の本田圭佑もそうだけども、ちょっとこう、ビッグマウス的だけども、悔しがるとか。そういう意味でこう、今日のテーマにあったようにさ、天才肌のこと消えてく人ってもおるじゃない。かおちゃんのジュニアユースの監督さんが長いけども、同じ技量ぐらいを持ってて、勝ち残ってるやつと消えてくやつとの差は何ですかな。まあ、宇佐美とかは、そのままね、ドリブルの自分の武器をね、にして、プロになったけど、例えば大黒とか、小学校の時ドリブラーやったんですよね。もうめちゃめちゃドリブラーで、うん、あの時三浦和さんが、うん、まあね、全盛期で、うん、もうまたいだりシザースとかでもうこねまくって、うん、見ていくのが大黒やったんですよ。大黒ね、はい、小学校の頃ね。で、僕らも小学校の頃は一人でね、こう抜けるような、ね、そういう能力大事やから、うん、もうどんどん行けって言って、まあ、ドリブルの練習したり個人で行けみたいな言ってたんですよね、うんうん、で小学校の時は良かったけど、中学校になったらそれが通用しなくなって、まあ、準備も厳しくなるじゃないですか、うん、ほんだら中学の時はあいつだからそれでも持ちまくって、うん、僕らもお前パスしたらって周りおるやんフリーって言ってもいやなんか拗ねてもう全然受け入れへんかったんですけどそれが高校になったら、うん、まあ、中学の時は多分思春期もあったんでね、うん、そういう時期やったと思うんですけど、高校になったら自分が通用しないのが分かって、うん、急にオフ・ザ・ボールの、まあ、大黒の得意なプレーって言ったら、もう今プロになってからはオフ・ザ・ボールのね動き、うん、よく言われてたけど、それに急に切り替えたんですよね。ほう、あんなやつが、ね、オフ・ザ・ボールが大事って思えたっていうなるほど。だって僕らが大黒まさしって言ったらさ、はい、スピードもあったじゃない彼は。はいはいはい、点取るために裏へ抜けるとか、今の言うオフ・ザ・ボールとかね、はいはい、裏への抜けね、はい、ああ、そのプロアウェイのこう動きを、はい、覚えるとか、覚えるっていうか、まあ、そういうイメージの選手じゃん。そうでしょ。それが実は全然真逆やったんです。あ、そうなん。それを気づいて、うん、スタイルを変えれたっていう、うん、そういう、まあ、自己分析だったりね、その、うんうん、もう変えた、変えれる賢さっていうか、うん、まあ、そういう選手がやっぱり成功してるし。なるほどね。いつまでもねそれにこだわってやってて、あの、うん、あの選手はやっぱり消えていく。小学校の時めちゃめちゃドリブラーで上手くても、うん、消えていく子が多いですよね。なるほどな。そうなの。大黒まさしってそういう選手だったの。そう、もう真逆も真逆で、うん、骨ねまくるような選手だったんです。そっちの方が興味深いよね。僕らが宇佐美貴史なんてとか言えながらもう天才天才だから、そのストロングポイントを極めていってあそこまで行ってて、もうもちろんさっき言って引き出しが多いと。今の真逆でどっかで気がついてて、気がつかないやつは絶対消えていくもん、ほんと。そうですね。まあ宇佐美とかだって言うたら持ちまくって最初はね、うん、やってましたけど、うん、やっぱだんだん試合でのいいプレーってドリブルじゃないねんなって理解して、うん、2人3人引きつけたら味方使ったりとか、うん、そういうなんかパスとドリブルの使い分けはやっぱ抜群ですよね、宇佐美ね、うん、若い時からね。やっぱそのさっきの話に戻ると、最終的には僕らの年代こう伸ばしていくっていうのがこうあるじゃない。そうした時に僕なんかよく言う、素直にこう聞き入れられる子がいい意味でね、切り替えられたり、今みたいに、うんうん、それこそ頑固に行っちゃってこう柔軟性が対応力がなくて消えていく選手がよく いますよねって話をこの YouTube の中でも高校でもよくあるの、ね、うん、そうすると日の丸クラスの人たちってのは完璧にそのカムちゃんの教え子でさ、それこそトップトップに行った人でさ、うん、こいつはこう本当にこう順調に伸びてったってやつは誰がいる？いや、ちょっと今日のテーマとは違うけどさ、まあ、僕が一番、まあ、関わったやつで、うん、もう一番すごいと思うのは稲本なんですよね。ああ、そう。あいつはもう入ってきた時からすごかったし、うん、やっぱ練習でも、ね、抜かへんし、もうずっと、うん、ずっとこう伸びていき続けた。練習でもやっぱ抜かない。
抜かないし、走る練習でももうやっぱいつも先頭走るような。ああそう。まあ走力もすごかったんですけどね。うん、もうやっぱりもう1時間半かけてね、遠いとか通ってきてやるぐらいね、まあね、気持ちも覚悟もあったやろうし。なるほどな。でまあね、あっこのワールド、あの日本のワールドカップでもね活躍して、あのシュートもね、はいはいはい、まあまだ未だに現役ね、どっかでやってると思うんですけど。やっとるやっとる、はい、そうそう、それこそニュースパイラル、この会社がいろいろこう J のね、あの関わりを持とうとしてるんだけども、稲本さんにもこういろいろ話を聞かなくちゃいけないとかって言ってたよ、この間も、うん、まだやっとる。もうあの人も34、5でしょ、もっと上か。いやもう4、エンドと一緒ですからね。もうちょっと上だな、40じゃないですか。もう40ぐらいか。でもその家長と宇佐美とかの違いは、やっぱあいつは代表で定着して、うん、カップでね、うん、活躍してる。家長宇佐美はやっぱりあれだけすごかったのに代表で定着してないし、海外でも成功というかね、うん、定着してないじゃないですか、うんうん、そこは自分の中ではもっと宇佐美とか家長にね、できることあったんちゃうかなっていうのが、まあそんなね偉そうやけど、うん、ありますね。まあそういう、まあ確かに僕らの立場だとそういうふうに思っちゃうよね。うん、うん、でもやっぱり稲本っていけ、それこそ前回どっかで話したようなさ、目力とかさ、こいつなかなか骨のある顔しとるなっていうよりも、甘えくていいイケメンなのに、そういう意味では抜かずにトレーニングしたりするんだ。してましたね。まあ顔に似ず、サッカーが好きなんですよね、もう好きやから、うん、もう、まあ、これ宇佐美の言葉なんですけど、宇佐美は努力したことないと。あいつ、あそう、まな、好きなことを、大好きなサッカーを練習してるだけやっていう。なるほどな。好きやからやってるだけやって、別にあの努力じゃないっていう。なるほどな、見方を変えればそうかもしれん。うん、まあそれは宇佐美の言葉やけどね。なるほどね。まあ、いい選手ってやっぱり本当にやっぱり好きやから必死になって、うん、それがまあ苦じゃないっていうか、うん、ねえ、僕は天才じゃない、努力もしてないしっていう宇佐美貴司もいるように、ね、好きだからやってくっていうのが究極の答えかもしれない ね、 でもね、まあ、ね、スポーツってもともとね娯楽やから、ね、うん、まあその発想がはまあいい発想やなと思いますね。昔の僕らの時代ってね、いやいやしんどくてもやらされたりみたいな、まあ練習ね、試合負けたら走らされたりとか、うん、まあ先輩にねこう走らされたりとか、うん、そういうね、うん、昔の高体連の時代ってなんかそんなんやったじゃないですか、うん、そういうのあったじゃないですか、うん、まあなんかああいうあの時は自分もなんかサッカー練習休みやって言われたらよっしゃーってやったもんで確かにそれって本来おかしい話でまあ確かにね、はい、本気になりさせることって本当難しいなって、あのさ最後にさカオちゃんに聞きたいなって、はい、僕の個人的にあるんだけどもさ、はい、カオちゃんから言えるこのジュニアユース年代の、はい、この将来的にトップトップに行けるための要素を挙げるとするなら、ちょっとこれカオちゃん聞きたいな。ガンバでねトップレベルの選手、まあ長いことね、うん、見させてもらったし、うん、まあ、自分もそのやってた頃は、ね、日本一になりたいとか、うんね、チームでもね選手を育てるのがもちろんやけど、うん、あんなクラブユースとかね高松とか優勝目指してやって、うん、そういうのもね経験させてもらって一通り経験できたから言えるんやろうけど、そうそう、ある意味その子らを教える方が簡単やなっていう、だある意味簡単って言うとあれやけどできてるわけやから、そう、マッチクラブとかそういうとこ見てみたいなって思ってたんですよね、うん、ガンバいながら。その本田圭佑だったり庄司だったり、さっき言った鎌田とか、まあ、うん、ガンバには一応入れるレベルやけど、うん、まあガンバでは補欠な子なんですよね。なるほど。マッチクラブのエースの方が、うん、ちょっとレベル高いじゃないかって思うようなね、初戦では、まあ、それぐらいな子が、うん、そういう世界に出ていってると、大逆転してると、うん、そういうのをもう
ガンバだけじゃないですよね、長友もそうやし、うん、そう ね、いろんな他のクラブでもそうね、うんうんうん、練習室の、ね、長友がああなったりとか、うん、そういうことがもう普通に起きてるから、うん、本当マッチクラブの子らにもいい、ね、子は必ずおると、うん、でそういう子らを教えるのは多分実際今も苦労してますし、うん、難しいやろうなと思うんですけど、自分にとったらすごく成長できるっていうか、やっぱりガンバの時には苦労しなかったことを工夫しないといけないんで、うんうん、すごくだから今それをやってることが楽しいし、うん、はい、こっから本当にねプロ選手出せるなってね、頑張ったらいずれは出てくるやろうなって本気で思ってますし、やっぱり俺ね、カオちゃんがね、俺みたいな人が言っとってもなんともならんけども、やっぱフィーリングもあったし、長いことジュネユースやってて、こうおごることなくやってて、超有名選手も育ててきてっていうかね、関わってきて、なんでこうマッチクラブに行ったんかなみたいな思いちょっと聞きたかったのね。でも今ので分かった、僕もマッチクラブだから負けたくないっていうのがまずモチベーションであって、うまいのにこうなんとなくこう完成度が低いじゃない、はいはいはい、あのマッチクラブの子って、その J ユースの子たちって見た目とかはやっぱうまくてそのハイレベルで、うん、こう環境がそういう風にしてってくれるけども、マッチクラブの子って環境もよろしくないわけだから、はいはいはい、その未完成の部分に肉付きをしていく楽しさって絶対あるよね、はい、うん、僕もそれがモチベーションでやってきたから、だって最終的にやるのは本人だからね、さっきちらっと言った本人がその気になってね、こう騙されたと思って一生懸命こうやっていくとかね、うん、そういうところになんかこう指導者としてのこう責任とさ、喜びを感じるっていうのを、カオちゃんはその50間近になってさ、そうですね、俺も拍手拍手、うん、まあまだまだ若いんでさ、俺の年までまだ14、5年あるからさ、あ、いやもう大崎さんみたいにその年になっても現場でできる、そうそうそう、まあ俺はどっちかというと現場肌だから、でも最近は昔みたいに声張り上げると息切れするんでね、ちょっとちょっと控えとるんだけどさまた本当いろいろな形でさ、マッチクラブとかこう、はい、アマチュアのレベルだったり、まあプロにも行かれる可能性もゼロではないわけだから、いろんなつながりまた持てるように、はい、今後ともよろしく頼みますよ、はい、もうこちらこそ、ね、お願いします。まあ今日はこういうことで、しりきれとんぼでいつもの脱線尾崎でしたけども、佐々木くん終わってかしこまりました。じゃあ今回はタイトル編成の天才宇佐美隆と消えた天才の凄さに違いについて聞いていくということで、はい、思い出話だったりね、そう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 もう若き鴨川さんがもう50の大台に乗るジジイとなりましたっていうジジイの後輩がさらに一人増えましたということで締めさせていただきますどうも鴨川さんありがとう、また、はい、また連絡します、はい、ありがとうございました。